はいどうも、森さんです。髪がだいぶスッキリしました。今日は久しぶりにもう髪の毛をね、がっつりやろうかなと思います。今日はまだ動画で一度も使ったことがないワックス、ここ最近ちょっとシリーズで出してるんですけど、ギャツビーのムービングラバーシリーズですね。今日使うのはこちら、ギャツビームービングラバーワイルドシェイク束決め技立体 3D 毛髪感、思い通りに動かせる、何度でも再生発ができる、クリアフローラルの香り、青りんごじゃなくなってるんですねこれ。今日はこのムービングラバーのワイルドシェイク、これを使ってやっていきたいと思います。この色を見た時、僕中学生の頃にねこれを初めて見たんですけど、まあ、あの真っ先に思い浮かんだのはね、あのゲームキューブ、ちょっと今までと違った感じでかなり流行りましたね。当時流行ったのは大乱闘、スマッシュブラザーズデラックスとか、ルイージマンションとか、カービィのエアライドとかね。解説動画じゃないんで、まあちょっと飛ばしでやっていこうかなと思うんですけど、もしなんか需要があったらちょっとこれの解説動画をまあ作ろうかなとは思うんですけど、今日はちょっと解説動画じゃないんで、ちょっとまたゆるくねやっていこうかなと思います。まあ、せっかくねこれはあのワイルドシェイク、思い通りに動くっていうことなんで、強めでグリグリでいきたいと思います。なんか友達が使ってるのをちょっと枯れたことはあったんですけど、紫色自体なんかこう自分で買ったことはないですね。結構今までこうワックス、いろんなワックス紹介したり、まあ、買ったりとかしてたんですけど、なんだかんだこう初めて買うワックスっていうのは結構新鮮ですよね。実際に美容室で働いてて、こうお客さんのセットするときに、最初ワックス何使ってましたかとか、まあ、そういう話したりもするんですけど、やっぱ大体こうギャッツビーか、ウーノとか、うん、やっぱそういうとこ多いですね。高校生ぐらいだと、まあ、中野とかウェーボとか、まあ、あとはミューブルとかから入る子がやっぱ多いですね。今のまあ大学生ぐらいの子、まあ、20歳超えてるぐらいの子とかだと、まあ、ギャツビーとかが圧倒的に多かったりして、まあ、こう結構年齢層によって結構違うから、まあ、それもこう実際お店でお客さんと話してて、まあ、面白いなって思ったりもしますよね。僕も高校生の頃はあの中野のタントの6番黒色のやつなんですけど、あれはめちゃくちゃずっと使ってましたね。もうほんと高校2年生から高校3年生卒業するまでかな、ずっと使ってましたね。あと結構定番なのはあのスプレーは大体みんな VO5 を使うっていうところ、それかあのお母さんとかが持ってたケープとかを使うみたいなね。髪セットあるあるネタみたいな話してると結構面白いですね。おい、じゃあ早速開けます。わーすごい、もう全然青りんごの匂いじゃない。まあでもこれはこれで結構いい匂いなんですけどね。うん、結構いい匂いなんですけど、まあ、やっぱりこうギャツビーといったら青りんごみたいな。これぐらい取ります。あー意外とちょっと固めというか重めのクリームワックスですね。あー結構重い。他のムービングラバーシリーズの比較としてはスパイキーエッジピンク色のやつよりは説得力はちょっと落ちるけど、ツヤはこのワイルドシェイクのがあります。スパイキーエッジとグランジマットをこう足して2で割ったみたいなやつがこれ。いやー結構思ってたよりも重たいな。めっちゃ説得力高くて、普通になんかもうパーマとかかけてたら全然なんかもうスプレーしなくてもいけんじゃねえかってぐらい強いですね。で確かにツヤも程よく出ますね。結構いいかもしれないです。この歌い文句の中のね、ねじり跳ね無制限っていうだけはあって、かなり跳ね感とこのカール感は作れました。おー、いい感じにツヤがあっていいですね。ちょっとワンオクの高っぽい感じにやってみました。ちょっと一周これでぐるっと回ってみましょう。
はい、いかがでしょうか。まあ、結構使用感としてはまあ、重ためで、クリームタイプなので、まあ、正直難毛の人、すごい柔らかい人とかちょっと毛が細い人、あとはなんか猫っ毛の人とか髪がすぐへたれちゃうような人にはちょっと向かないですね。もともとちょっとクセっ毛の人とか、まあ、あとはさっきも言ったんですけどちょっとパーマを当ててるような人とか、まあ、僕みたいに、まあ今回結構グリグリにこうカールを作ったりとかそういう髪質、そういう髪型にするっていう場合なんかには結構使えるアイテムなんじゃないかなと思います。結構短めの髪の毛の人だったら、まあ、割と全般的にいけるかなっていう感じですね。ミディアム以上になると、まあ、さっき言ったみたいに難毛とかの人にはちょっと向いてこなくなっちゃうかなっていう感じです。はい、というわけで今回はギャツビーのムービングラバーワイルドシェイクの紹介と実際に使いながらのレビューでした。まあ、まだレビューしてないワックスいくつかあるので、まあ、そちらも引き続きやっていこうかなというふうに思います。需要があれば、まあ、今回のこの髪型の、解説動画やりたいと思うので、もし良かったなと思ったら、まあ、高評価ボタンと下にコメント残してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。